石坂渡るは、日本のソーシャルワーカー、教諭、政治家。発達障害児の教育と心理を専門とする。中野区議会議員。東京都大田区に生まれ、稲城市で育った。2000年3月、成形大学経済学部経済、学科国際社会コースを卒業。2001年、千葉大学特殊教育特別専攻科発達障害、教育専攻終了。2002年、 朝日で養護学校の教諭となる。2007年4月22日投票の東京都、中野区議会議員選挙へ無所属で立候補。1091票を獲得するも落選した。障害児教育関係の職務経験と、セクシャルマイノリティ関係のボランティア、活動経験を活かしての立候補であったが、オープンリーで立候補した、日本初の性的指向におけるマイノリティ公職者の、 誕生はならなかった。2010年、立教大学大学院21世紀社会デザイン、研究科博士前期課程終了。2011年4月24日投票の中野区議会議員選挙へ、前回同様無所属で立候補。性的マイノリティのために働く当事者というイメージを、払拭すべく、すべての社会的マイノリティの多様性の尊重、すべて区民の 不安と孤立を見捨てない、マイノリティとマジョリティの共同を打ち出した結果、1620票を獲得して、定員42名中39位で初当選を果たした。これにより、同日都市幕議会に初当選を果たした石川大河と共に、日本初のオープンリーグへの公職者となった。また、中野加発の精神保健福祉士資格を持つ議員でも、ある。 2015年4月26日投票の中野区議会議員選挙へ無所属で立候補し1783票を獲得して定員42名中32位で再選。同性パートナーシップ制度を条例化した渋谷区に先駆けて同性カップルの同居を含む住み替え支援事業中野区の防災緊急連絡カードの連絡先対象に同性パートナーを含ませる。 同性間 DV に対して、異性間の事実婚における DV と同様に、相談対応をすることなどを実現した。2017年7月6日、豊島区議の石川大が世田谷区議の上川綾、文京区議の前田邦博、埼玉県入間市議の細田智也らと共に、LGBT 自治体議員連盟を設立した。性的少数者の人権を守る条例や施策を、 地方議会を通じて全国の自治体に広げていくことを目指す。同連盟には趣旨に賛同する全国62、自治体の議員78人も参加した。ありがとうございます。